凍りつくような寒さに包まれた JR 尼崎駅。今来ているところは南口であります。2023年も尼崎市内を多数歩いてきたんですけれども、2023年のまま尼崎の歩き納めという形で、今回はこの JR 尼崎駅南口からということになるんですけれども、本当に朝から多くの方が阪神バスの尼崎市内線を利用されていて、各方面へと向かってくるバス乗り場、本当に多くの方が並んでいるんですが、その他にも実は事業所専用のシャトルバスも出ていて、今2台止まっているんですけれども、南口の方から各事業所方面へと向かってくる人の流れも多く見られます。 JR 尼崎駅南口を出て、公衆トイレと交番があるんですが、そこから反時計回りに進むと園田競馬場方面のファンバス乗り場があって、尼崎駅前交差点へ差し掛かります。そうすると大門線の方へと出ていくんですが、尼崎駅前の向かって南側にこのような地図があって、今いるところがここなんですが、ここから大門線がつながっていて、その先を左東寄りに進んでいくと小田南障害学習プラザとなります。実はこれまで小さなコンパクトカメラを使ってきたんですけれども、コンパクトカメラ自体が実は故障してしまいまして、今回からビデオカメラ、この動画からビデオカメラを使ったものに変更して更新するということになりました。ご了承いただくようにお願いしたいと思うんですけれども、大門線の方を南に進んでいるんですが、そうするとその先に電磁バスがどうやら止まっているようなんですね。向かって右手でシティテラス尼崎の建設が進んでいるんですけれども、ちょうど阪神尼崎市内線が出てきて、ちょうど電気バス、阪神バスの電気バスの方が今通ってきたというところですね。長洲本通りのバス停にやってきて、 JR 尼崎方面のバス停前には阪神理性教診療所があります。病院が見えてきて、長洲本通り交差点へ右斜めに曲がってくると引き続き大門線なんですが、そして長洲西通り交差点へ、この先ナビス通りの方が直進になっていて、そこから立花通りを通って尼崎市役所ということになります。ですが長洲西通り交差点、信号を渡って南寄りへ、どちらかといえば大門線へ戻っている形で、大門線の今は西側を歩いているということなんですね。その先を進んでくると長洲本通り2丁目交差点に差し掛かり、大門線と合流していくんですが、ここは手前で右の方への曲がり、西向きに向かいます。右の方へと曲がってきたんですが、そうするとすぐに左手南側、天神橋緑地が広がります。いわゆる散歩道になるんですけれども、左側のところにベンチがあって、このように緑の木、冬木立ちしているんですが、その間のトンネルの散歩道というところなんですね。右の方へと曲がって長洲西通りから金楽寺町へと入っているんですが、曲がってくると登ってきて下ってくるという道なんですね。一戸建てが立ち並ぶ一方で事業所も多く建つところなんですが、その先を右斜めに行くと金楽寺町公園があるんですが、その手前で左に曲がって今度は南向きに、この辺りは直進ではなく、曲がりくれった道になっているんですが、しかも上りながら下ってくるというところなんですね。そうすると向かって右手には吉備彦神社が見えてくることになります。
吉備彦神社を後にして西の方へと向かっていってるんですが、その先に曲がり角があって左曲がっていって幼稚園があるんですけれども、今警備員さんがいらっしゃいますので、ここは通らずにさらに西の方へ向かいます。そして左の方へと曲がってきて、その先に宮古ホテルの上階部分が見えているんですが、左に曲がって南へ向かいます。しばらく金楽寺町2丁目を歩いてきたんですが、西長洲の方へと入ってきて、直進の道を南に進みながら国道2号を目指していくところで右の方へと曲がってきます。そうすると白北公民館西長洲保育所が見えてくるんですが、 A ラボが1階に入っている施設へと入ってきます。そしてここから直進していくと公園があって幼稚園があるんですが、そこは行かずに A ラボを左に見ながら西へ向かいます。右手の方には道心寺が見えてきたんですが、この道心寺では縁日寄せを行っていて、まあ、落語をですねお寺で楽しむという催しが行われているんですね。そして左側の方には関西電力送配電の施設が見えてきて、その奥の方には聖羅中学校があります。その中学校から女子生徒たちの声がここまで聞こえてくるんですね。関西電力送配電の阪神配電営業所、そちらを左に見ながら、まもなく聖羅中学校の西側へと差し掛かるんですが、アマシンアルカイクホールが南側に見えてきて、そして宮古ホテル尼崎の上階部分が左斜め南東側に見えます。聖羅中学校の方では今日歩いている日にどうやら球技大会が行われていて、その歓声が聞こえているようなんですが、アマシンアルカイクホール周辺と宮古ホテル尼崎周辺にやってきて、ここで曲がることになります。ここで右へと曲がってきて庄家川沿いへと向かうんですが、右手の方にはこのようにベンチが多く置かれている庄家川公園の一部な、そして急な坂を登ってきて左に曲がっていってアマシンアルカイクホール尼崎市総合文化センターを左に見て右へ曲がってきます。向かって右手には鳥栖橋がかかっていて、こちらが庄家川であります。アマシンアルカイクホールの周辺にはこのように大きな木々が植えられていて、正面がこの階段を上がったところに当たります。東側というところですね。そしてその先を運河のようなですね雰囲気になっているんですけれども、玉江橋がかかっているところまで進んでいって、その先に少し小さな鳥が見えていたんですが、この付近にゆりかもめが大多数存在しているということなんですね。右へと曲がって玉江橋から行きたいところではあるんですが、今回は庄家川公園アマシンアルカイクホール側の南側から出てきて、ここで左に曲がって国道2号へと出てきます。そして向かって右手には尼崎市中小企業センターがあって、尼崎文化センター前交差点で信号を渡り、その上には広場へとつながってくる空間の広い歩道橋があって、今回はその下を進んでいるんですが、その先に西大物公園が見えてきて、まあ、今回西大物公園は紹介しませんが右に曲がってきます。右に曲がって庄家川沿いの方へとやってきたんですが、ずらりとゆりかもめが並んでいる風景が玉江橋の南側に見えます。
100羽も110羽はいるというユリカモメ、庄毛川、今飛んでいこうとしているんでしょうかね。ああ、今ちょっと上がってるんですが、もう、これ水道管になってるんですが、その上に止まっていて、もう全部が埋め尽くされないというところなんですが、阪神尼崎駅側の方にも実は何羽かいて、8羽ぐらいいるんですけれども、今1匹飛んできて向かっているんでしょうかね。この庄毛川沿いを、まあ、鳩を交えながらがあるんですが、飛んでいっている風景があるんですが、そのゆりかもめの風景をご覧いただきながら結果を紹介するということになります。まあ、今回は JR 尼崎駅南口の方から庄毛川のゆりかもめを求めて玉井橋の方まで歩いてきたんですが、2023年の尼崎散歩の最終ということで、時間にして45分28秒、距離にして 2.97 キロ、4241歩の347キロカロリー。まあ、上り下りが少しありながら住宅地の方を進んでいって、金楽地町の方をずっと歩いていたんですけれども、まあ、道中で抜けてきて、まあ、国道2号を少し向かっていって尼崎文化センターのところで曲がっていき、そして、あ、風が強まって、あ、ちょうど今ユリカモメが大多数飛んでいく風景見られます。風の方も相当強くなっていて、100羽ぐらいいたユリカモメがもう空を飛んでる風景、空を飛んでます。ユリカモメちゃん、僕がここに来た時も空を飛んで出迎えてくれてたんですね。いやー、本当にかわいい。うわー、すごい風景、すごい風景が捉えられています。いやー、これはすごい。まあ、2023年もユリカモメの大きく羽ばたく風景が見られることができて本当に良かったと思いますね。あ、餌が来るのかな。それでみんなが集まって、うわー、いっぱい集まってきた。餌争奪戦始まりましたね。ゆりかもめがいっぱい風景いる風景ご覧いただきながら、今回の動画はこちらまでとなります。ご覧いただきありがとうございました。